えー、さて今日はですね、挑戦するなら鍵アカウントは持っておいた方がいいよというテーマでお話しさせていただきたいと思います。えっとね、ちょっと余談なんですけども、昨夜ですね、僕珍しく銀座でご飯を食べてたんです。夜ご飯をね、銀座で食べたんですよ。で、えー、まあ早めに店を出てですね、ちょっと2軒目に行こうという話になって、あの、外に出たもののですね、普段ね、その銀座とかさ、ぶらつかないもんですから、いい感じのバーとか知らないんですね。 で、出たはいいものの、これどこ行こっかって話になって、ちょっと困ったので、えー、銀座の街を歩いてる人にも直接聞こうと思って、あ、すいませんみたいな感じで、なんかいい感じのバーないですかみたいな感じで、銀座の街を歩いている人に声をかけたら、その人がですね、たまたまサロンメンバーさんだったんですよ。すごい確率ですよ。一人目にかけた、声をかけたその人がサロンメンバーさんだったんです。あの、吉田さんっていう方なんですけども、もうめちゃくちゃもう、 親切でね、この吉田さんが、なんとですね、その、二軒目、この、難しいから場所が、あの、あっちであっちでっていうのを難しいから、なんと二軒目までちょっと歩いてですね、道案内してくださって、で、せっかくならっていうことでも、そのままね、その、昨日の夜はですね、吉田さんと飲んじゃったっていう。 でね、先日ね、ドイツに行った時も、ドイツのサロンメンバーさんと飲んで、で、来週から僕はメキシコと、そして、えっと、アメリカに行くんですけども、そこでもサロンメンバーさんと集まって飲む予定なんですね。ま、あこんな感じでですね、僕の生活にオンラインサロン、まあ、おさ、おサロンメンバーっていうものは、えっと、欠かせない存在になっているわけですけども、その中でも最近、えっと、熱いのが、これは熱いっていうかもう再熱したっていう感じに近いのかな。熱いのはですね、オンラインサロンメンバーだけでやっているツイッターの鍵垢なんですよ。 で、鍵垢の話っていうのは以前もさせていただいたと思うんですけども、ここはここでね、もうね、独自の生活圏が生まれてるんですね。なんかね、鍵垢で知り合った人同士で鍵垢飲み会とかが開催されてるんですよ。 で、本来ね、あの、鍵垢って言うとですね、友達数人でさ、まあ、やりくりするもんだと思うんですけども、まあ、オンラインサロンの鍵垢ともなるとですね、それよりも一回り二回り、ちょっと規模が大きいんですね。で、そんな世界をさ、ほとんどの人が経験していないと思うので、今ね、鍵垢でどんなことが起きているのかっていうことを、ちょっと今日はですね、改めてご説明させていただこうかなと思うんですけども、個人的に面白いなと思っていることは二つで、一つ目はですね、えー、まあ、これはもう予想通りだ と思うんですけども圧倒的に優しいっていうことですね。鍵やかの世界は圧倒的に優しい。あの、ツイッターといえばですね、今や、うんと、5チャンネルそのものでですね、基本的にはツイッターってマウントの取り合いとか、えー、妬み、ひがみ、そねみ、あとは横やりュンビュンあとは、なんだろうな、議論のふりをしたただの口喧嘩っていう、あの、要素を呈していますが、オンラインサロンの鍵やかのツイッターの世界はですね、そんなもの一切ないんですね。 っていうのも、まあ、実名登録がこれマストなんで、どこの誰かが分かってしまうんで、嵐コメントとかがないんですよ。世の中のほとんどの人はこの嵐コメントがない SNS っていうものを知らないと思うんですけども、もうね、めちゃくちゃいいです。特に挑戦する人にとっては。 やっぱ挑戦する人って、なんだろ、この環境に潰されてしまうことが多いと思うんですね。挑戦することをやめたドリームキラーに食われちゃうっていう。その、実力が届かなかったからダメでしたっていうんだったら、まあ納得もいきますが、その前のですね、そういったしょうもない力にやられてしまうっていうのは、非常にもったいないと。僕一緒に働いてるスタッフにはですね、海外組も少なくないんですけども、彼らがですね、まあ海外組がですね、口を揃えて言うのはですね、日本は挑戦を潰す力が強すぎるっていう、これをみんな言うんですね。 ずっと日本に住んで、で、日本で活動していると、もうそういうもんだ。まあ、朝鮮にはアンチは付きもんだみたいな感じになっちゃってますが、やっぱり、この日本のドリームキラーの熱量って異常なんですね。妬み、染み、ひがみが半端ない。あと、情報が遅れてるから、知識不足による誤解も半端ないと。 そういった環境で新しいものを生むのってものすごく大変ですが、サロンの鍵アカはそれとはもう全然違って、基本ですね、イケイケやっちゃえの世界なんですね。で、日本で挑戦する人はこういった環境一つでも持っておいた方がいいんじゃないかなと思っております。そしてもう一個ですね、ここ面白いなと思うんですけども、僕が鍵アカをやっていて面白いなと思っている、もう一つのポイントは、鍵アカの方がリアクションが大きくて多いっていうことですね。 多いんですよ。僕のツイッターの本話が、まあ要するに公開してるアカウントのフォロワーってどれぐらいなんだろう ?30 万人とかだと思うんですけども、鍵アカは、えっ、ー、と、7000人ぐらいなんですね。だから約、えー、40分の1ですね。ところがですね、一つのつぶやき、まあこれバズってるツイートを除く、通常のつぶやきに対してのリアクション、まあいいねの数はですね、鍵アカの方が断然多いんですよ。 これ面白いですね。鍵アカの方が、フォロワー数は40分の1なのにもかかわらず、リアクションは鍵アカの方が断然多いんですよ。まあ、要するにですね、鍵アカメンバーはですね、鍵アカのタイムラインを見ているっていうことですね。 これが面白いところだなと思うんですけども、その公開のアカウントに流れてくるツイートって宣伝とかバリ増言とかタレントのくだらない不倫のニュースといった、まあ、ノイズだらけなんで、タイムラインに情報として流れているもののほとんどみんな見てないんですね。でも鍵アカみんな見てるんですよ。今手元にですね、僕の鍵アカのツイートがあるんですけども、ちょっと読み上げますね。えっ、ー、と、昨日開いていたスケッチブックにかまぼこというダイイングメッセージが残っているのですが、真相にたどり着けません。です。 <laughs> あの、こんなですね、何の生産性もないうんこみたいなツイートに、いいねがめちゃくちゃついてる。で、僕ね、本若でつぶやくこと月に1、2回しかないですけども、鍵垢はこんな世界だから、やっぱりつぶやいちゃうんですね。で、なんかさっきから喋ってると、だんだん鍵垢をご利用ししてるやつみたいになってきてますが、ほんとね、一度体験してほしいなと思います。 白くじ中口喧嘩をし合う世界って、足を引っ張り合う世界って、やっぱどう考えたって健康的じゃないので、一度ね、そんなものがないインターネットの世界、SNS の世界っていうのをちょっと体験してほしいなと思います。人を攻撃的にするのも、人を優しくするのも、環境だっていうことがすごくすごくよくわかると思います。僕は優しい鍵アカの世界が大好きです。というわけで今日はですね、挑戦するなら鍵アカウントは持っておいた方がいいよっていうお話をさせていただきました。